メタルギアシリーズ、メタルギアソリッドシリーズには様々な兵器が登場してきました。中でも核搭載二足歩行戦車、通称メタルギアという兵器はそのままゲームのタイトルにもなっている重要な存在です。タイトルにもなっているだけあり、ほとんど全てのシリーズでメタルギアまたはそれに該当する兵器が多数登場しています。今回はそんなメタルギア、メタルギアソリッドシリーズに登場する兵器メタルギアを全種解説していきます。今回の動画ではメタルギアという兵器そのものについて解説し、メタルギアをめぐる攻防や事件、関係した人物組織、またそれらが最終的にどうなったかなどについてはシリーズのストーリーを一から解説しなければならないため、今回は詳細を省きます。あくまでもこの動画はメタルギアという兵器を理解するという趣旨であることをご理解の上ご視聴ください。また解説順は一応物語上で開発された順にしていますが、もしかしたら若干前後が違うものがあるかもしれません。またパラレルワールドとされるいわゆる静止じゃないやつも含めています。各メタルギアを解説する前に、まずメタルギアとはそもそも何なのかというところから説明します。とはいえぶっちゃけこの定義に当てはまらないメタルギアも普通に何体かいるので、まあ定義と言えるものなのかは微妙なところですが、メタルギアの定義は一言で言うならば多少の例外はあるものの、各搭載二足歩行型戦車であるということになります。つまり二足歩行を可能とし、核兵器を搭載している兵器の総称がメタルギアです。メタルギアという名前は日本語に直訳すると金属の歯車となります。これは世界で最初に二足歩行型核発射プラットフォームを発案したソ連の兵器開発者アレクサンドル・レオノビッチ・グラーニンが、兵器は時代を動かす歯車である、兵器と人をつなぐ歯車であるとこの兵器について考えたために名付けたものになります。ただしグラーニンのこのメタルギアの構想自体は時代を先取りしすぎており、周囲からの理解が得られず、当時メタルギアよりも早期に結果を出していたシャゴホットという兵器に開発競争で敗れたために開発資金を得ることができなかったこともあり、グラーニン自身はメタルギアを完成させるには至りませんでした。グラーニンの死後、メタルギアに関する研究は CIA のスパイであるオセロットによって米国側に回収され、またグラーニンと友人関係でもあったアメリカの科学者ヒューイがその設計図をグラーニンから入手したことで、後のメタルギア開発につながることになります。これを発端としてシリーズでは多数のメタルギアが開発され、様々な形で物語に大きな影響を与えてきました。ここからはシリーズに登場したメタルギアの数々をその種類別に解説していきます。シリーズの時系列で最初に開発されたのが弾道メタルギア、別名大陸間弾道メタルギアです。一応世界初のメタルギアの名を冠した兵器となりますが、解釈によってはメタルギアには含まないという考え方もあります。そもそもこの弾道メタルギアが登場するメタルギアソリッドポータブルオプス自体 MGS シリーズの正史とするべきかどうか解釈が分かれているようです。弾道メタルギアは大陸間弾道ミサイルのロケット推進力で飛行して上空地球周回軌道上から核兵器搭載戦車を敵地上に投下させるというもので、この核兵器搭載戦車の試作型として開発されたのがメタルギアラ射です。メタルギアラ射は4本の足を持ちますが、この足は歩行というよりは向きを変えるのに使われ、移動自体はロケット噴射を利用して行います。試作機ということもあり、兵器としての完成度はそれほど高くないようで、軽量化のためか装甲はアルミ合金製で、防御力の低さは弱点の一つとされています。ただし、試作機とはいえ、ガトリング砲や誘導ミサイルを装備しており、それなりの戦力を有しています。作中では試作機としての役目を終えると、おとりとして使われ、実際に弾道メタルギアとして搭載されたのは、別の核搭載戦車兵器になります。これについては名称などは分かっていませんが、敵地に投下された後に小型核弾頭を多数発射する核搭載戦車で、ラ射の改良型のようなものが積まれたのではないかと思われます。メタルギアラ射や弾道メタルギアはかつて核搭載戦車シャゴホットを開発したニコライ・ステパノビッチ・ソコロフによって設計されました。ソコロフはもともとソ連の秘密設計局の科学者でしたが、後にアメリカに亡命することになり、この兵器の開発に携わります。そのため弾道メタルギアやラ射は米国の兵器ということになりますが、サンヒエロニモ半島事件というテロ事件の際に奪われ、逆に米国への攻撃に使われます。その時期についての詳細な解説は今回は省きます。気になる方はぜひゲームをプレイしてみてください。
最終的にはメタルギアラ社も弾道メタルギアも破壊されています。核搭載二足歩行型戦車というメタルギアの定義には全く当てはまらないため、名前にメタルギアとはついているものの、メタルギアという兵器としては発展途上のものだったと言えるのかもしれません。ラシャという名前は毛織物の一種で、旧日本軍や自衛隊の軍服、大礼服などに使用された高級繊維のラシャに由来します。ピースウォーカーはメタルギアソリッドピースウォーカーに登場します。名前にメタルギアという言葉はつきませんが、核を搭載し二足歩行を可能とする兵器のため、メタルギアの一種とされます。ただし名前にメタルギアとつかないこと、四足歩行もすることからメタルギアではないという解釈も存在します。ピースウォーカーは1974年、当時の CIA 中米支局長であるホット・コールドマンが立案した力の管理による平和の実現を目指すピースウォーカー計画において開発された新型の兵器です。この計画は人間の手による報復抑止力の不可実性を解決すべく、機械による絶対的な抑止力の必要性を唱えるコールドマンの思想が元になっています。抑止力の不確実性というのは、簡単に言うと、例えば核兵器を使用された場合にそれに対する報復を人間は確実に行えるだろうかということです。人間の判断には躊躇や恐怖という感情がつきものです。核兵器を撃ち込まれた際に絶対に報復するという確実性がなければ、核の抑止力は完全なものとは言えません。そこで AI の判断による確実な報復をさせることで、完全な核の抑止力を実現させることができます。この思想の立証実現がピースウォーカー計画の目的です。コールドマンは当時 CIA の中米支局に左遷されていた身であり、この計画によって名声を獲得し、 CIA 中枢機関で活躍していた頃の名声を取り戻そうとしていました。実はサイファーという組織の陰謀がその裏に隠されているのですが、今回の動画とは趣旨がまた離れてしまいますので今回は割愛します。コールドマンはコスタリカにて機械による絶対的な抑止力を実現し得る兵器を開発するため、AI 工学の権威ストレンジラブやロボット工学の権威ヒューイを取り込み、ピースウォーカーの開発に着手します。開発の段階では試作機としてキューパー、クリサリス、コクーンといった兵器が開発されましたが、最終的にはどんな地形にも対応できることを目的として、足を持たせて歩行システムを実装することになります。そして肝心の AI の部分に関しては、ストレンジラブがママルポット、ヒューイがレプタルポットという AI を開発して搭載。核報復の判断は人間でいうところの大脳となるママルポットが、姿勢や動作の制御は小脳となるレプタルポットが行います。その他にも自衛のためのドリルミサイルや火炎放射器といった様々な火器も搭載。そして最も重要な要素である核兵器として1メガトン級核ミサイルと頭部には水爆が搭載されています。こうして別名 AI 搭載自動報復歩行戦機とも呼ばれるピースウォーカーは完成しました。ピースウォーカーは二足歩行で移動可能ですが、四足歩行も可能で、四足歩行時にはその巨体からは想像もできないほどの凄まじい速さで移動でき、高く跳躍したり山間部などの険しい地形でも移動ができます。そのため四足歩行時の方が基本的にピースウォーカーの実力が最大限に発揮されるとも言えます。名前にメタルギアとつかないのはそのためなのかもしれません。ピースウォーカーが核攻撃を探知すると、報復のための攻撃の判断と攻撃目標の設定をママルポットが行います。その判断は第二次大戦の伝説の英雄ザボスの思考パターンに基づいています。これはストレンジラブが人類の存亡に関わるような判断はザボスにしかできないと考えて、 AI 上に彼女を再現したためです。攻撃の必要性があると判断した場合、ピースウォーカーは1メガトン級核ミサイルを発射、さらに状況によっては敵地に突入して頭部の水爆によって自爆します。またピースウォーカー自体への核ミサイル攻撃を防ぐため電磁パルスが搭載されており、それによってミサイルを回避。 AI ポットや装甲は核シェルター並みの強度を誇り、本体の装甲自体もそれに匹敵する強度が持たせられているようです。いろいろあってビッグボスらの活躍でピースウォーカーは破壊され、最後にはまるでザボスが本当に宿ったかのように自ら湖に沈むことになるのですが、この辺はまたメタルギアソリッドピースウォーカーのストーリー解説とかになってしまいますので、今回の動画では省きます。気になる方はぜひゲームをプレイしてみてください。ピースウォーカーという名前の由来というか元ネタがあるのかは分かっていませんが、かつて実在したアメリカの大陸間弾道ミサイルピースキーパーから来てるのかもしれません。同じくメタルギアソリッドピースウォーカーに登場します。
ピースウォーカーと違い、名前にメタルギアと付き、また弾道メタルギアやメタルギアラシャとは違い、メタルギアの定義にきっちり当てはまる兵器で、実質的にこれが世界初のメタルギアと言えるのかもしれません。メタルギアジークはビッグボスとカズヒラミラーが組織した民間軍事組織国境なき軍隊 MSF にて開発されました。 MSF はピースウォーカー計画に端を発するコスタリカでの一連の出来事で、数多くの兵士や兵器、拠点となる洋上プラント、マザーベースを獲得し、ピースウォーカー開発に携わっていたヒューイとストレンジラブも後にこの組織に参加するようになります。ヒューイによって提案されたジークの開発計画はビッグボスによって承認されます。ピースウォーカー同様、AI によって制御される兵器で、この AI の部分の開発はストレンジラブが担当し、本体部分の設計開発はヒューイが担当しました。別名、AI 搭載汎用艦装二足歩行戦機 MSF 仕様とも呼ばれ、ピースウォーカーと違って完全に二足歩行で移動します。MSF では資源や予算などが限られているため、ピースウォーカー開発の過程で生み出された兵器、ピューパ、クリサリス、コクーンといった兵器群の残骸や、海に沈んだピースウォーカーの残骸から回収した武装パーツや AI 記憶板が流用されています。これらはゲーム中ではプレイヤーが集めて、メタルギアジークを自らの手で作り上げることになります。メタルギアジークはヘッド、パワー、ウォーク、フットの4つのユニットからなる基本フレームと、ヘッドユニットに搭載される AI で構成されており、どの兵器のパーツを組み込むかによってオプションの装備が変更されます。またピースウォーカーから回収された1メガトン級核弾頭を装備して、グラーニンが想定した二足歩行型核発射プラットフォームが実現します。二足歩行によって険しい地形でも難なく移動ができ、ロケット噴射によって高速で動いたり、強力な脚部モーターにより非常に高く跳躍することが可能で、高い機動力を有しています。さらにオプションパーツによってレールガンやチャフを無効化するレドーム、電撃、誘導ミサイル、電磁パルス、毒ビームなどなど様々な兵器を完走でき、シリーズの中でもかなりの戦闘力を持つ完成度の高いメタルギアとなります。メタルギアジークは基本的に無人兵器ですが、後に MSF に潜入した工作員のパスにより有人型に改造され、 MSF 仕様と区別して有人改造型と呼ばれます。これによりコックピットに乗り込んで人間による核発射を含むジークの操作が可能になり、パスはジークを乗っ取って MSF から強奪し、アメリカへ向けて核攻撃を行おうとしました。ビッグボスの活躍によりこれは阻止されますが、後にヒューイの手引きにより MSF に IAEA の査察が入ることになると、それに伴って IAEA から隠すためにジークは核弾頭ごと海に沈められることになります。この査察は偽りなのですが、この件の事情はまたメタルギアソリッドグランドゼロズやメタルギアソリッド5ザ・ファントムペインで描かれますので、気になる方はぜひゲームをプレイしてみてください。ジークという名前は第二次大戦中に連合軍が日本軍の戦闘機ゼロ戦につけたコードネームジークに由来します。メタルギア ST84 はメタルギアソリッド5ザ・ファントムペインに登場し、作中ではサヘラントロプスと呼ばれます。その名称は世界最古の人類とされ、直立二足歩行を行っていたと言われるサヘラントロプスチャデンシスに由来し、機体コードの ST84 の ST はサヘラントロプスの略になります。その名を冠する通り、直立二足歩行する兵器というのがコンセプトの一つとしてあり、これはアフガニスタンのような起伏の激しい地形に対応するための構想です。サヘラントロプスは1984年にスカルフェイスという人物がソ連と共同でアフガニスタンで開発したメタルギアで、その開発担当は例によってヒューイでした。ヒューイはスカルフェイスと彼の指揮する実動部隊 XOF によって脅迫され、 MSF の襲撃を IAEA の査察だと偽って手引きします。これにより MSF のマザーベースは壊滅し、以降ヒューイはスカルフェイスのためにサヘラントロプス開発に携わります。この時、自分の身だけではなく、ストレンジラブの身の安全も引き換えとしており、その後、彼女との間に、ハルという子を授かることになります。サヘラントロプス開発は当時の技術不足も相まって難航し、特に直立二足歩行の確立は困難を極めます。また、機体制御用の AI を外付けにすると、そこが弱点となるため、レプタイルポッドの10分の1にまで小型化して、機体内部に組み込むことになりますが、その結果として、コックピットの内部は、子供が乗れる程度のスペースしか確保できませんでした。そこでヒューイは、当時4歳だった息子のハルを乗せて、実験台にしていました。これがきっかけで、ストレンジラブと揉めることになり、最終的にヒューイは彼女を殺害してしまいます。
そのためストレンジラブの協力のもとでピースウォーカーから回収したレプタイルとママルのハイブリッド AI を参考に無人核兵器用 AI を作り上げるという本来の計画が頓挫してしまいます。そしてスカルフェイスに時間的な余裕がなくなり、サキュラントロプスはまともに動かせない未完成の状態のままヒューイの手から没収されます。しかしスカルフェイスは第三の子供と呼ばれるソ連の超心理学研究の被験体となった少年の超能力を用いてサキュラントロプスを動かすことに成功します。第三の子供についてはまた別の解説とかになってしまいますので省きます。気になる方はぜひゲームをプレイしてみてください。サキュラントロプスは超能力がないと直立二足歩行でまともに動かせず、その点においては完全に欠陥品と言わざるを得ませんが、動きさえすればその巨体に備わった強度と攻撃力は凄まじいものがあり、アーキアルブレードという地面から爆発する金属の塊を隆起させることができるとんでもない剣を武器として装備しています。これはメタリックアーキアという金属を食べて代謝する細菌の働きによるものです。他にもガトリング砲や火炎放射器、ミサイル、敵に突撃して自爆するポットなど様々な火器を装備しており、高い戦闘能力を有します。またサキュラントロプスの装甲は劣化ウランでできており、ウラン濃縮アーキアというウラン235を代謝し、濃縮ウランを生成する極限環境微生物の働きでこれを融解させ、自らを核爆弾にして自爆することができ、その威力は広島型原子爆弾のリトルボーイに匹敵すると言われています。ただし他のメタルギアのように核弾頭を搭載しているわけではなく、先日の通り超能力なしにはまともに動かすことすらできないため、やはりメタルギアとしては未完成品の域を出ておらず、最終的には MSF の後継的な組織ダイヤモンド洞窟により破壊され回収されることになりますが、再利用などもされていません。とはいえスカルフェイスの目的を達成するためには十分な代物でもあり、彼の切り札的な存在でもありました。まあスカルフェイスに関しての解説は今回は省きます。ごめんね。メタルギア TX55 はメタルギアシリーズの第1作目メタルギアに登場します。メタルギア TX55 は MSF やダイヤモンド洞窟を前身としたビッグボス率いる武装要塞国家アウターヘブンにてドラゴ・ペトロビッチ・マットナーという科学者によって開発されました。アウターヘブンはマットナーの娘を人質にとって彼を軟禁し、無理やり開発を強要していました。装甲はタングステンと特殊耐熱セラミックからできており、1.5 センチバルカン砲と20センチレーザーバルカンで武装。多弾頭に中距離ミサイルを2門装備しており、あらゆる地形を二足歩行によって走破し、どこからでも核を撃つことができます。シリーズに登場するメタルギアの中でも小型の部類の機体で、大型の ICBM ではなく、自ら目標に近づいて小型の短距離ミサイルや汎用ミサイルを使って核弾頭を撃つという運用方法になります。メタルギア TX55 によってアウターヘブンは核武装を叶えることとなりますが、米国政府はこの情報を掴んで特殊部隊フォックスハンドへ出動を要請。アウターヘブンに潜入したフォックスハンドの隊員ソリッドスネークによって、最終的にメタルギア TX55 は起動前に破壊されることになります。またフォックスハンドの総司令官はビッグボスで、スネークは彼の指示に従っていましたが、アウターヘブンを率いていたのもビッグボスだということがわかります。まあこの辺のことは今回は省きます。気になる方はゲームをプレイしてみてください。メタルギア界 D はメタルギア2ソリッドスネークに登場し、 TX55 と同様マットナーにより開発されます。1997年、ソ連、中国、中近東に隣接する中央アジアのとある民族自治区に軍事政権が樹立され、ザンジバーランドとして独立を果たします。その首謀者はビッグボスでした。マットナーはアウターヘブンの事件の際にスネークに救出された後、マッドサイエンティストとして学会を追放されており、復讐を果たすためにビッグボスのザンジバーランドに加担し、メタルギア界 D を開発することになります。基本的には TX55 の改良型、後継機のような存在で、6連装のミサイルランチャーからは核ミサイルを射出可能。他にも 60mm ガトリング砲や機関銃、オプション装備として 175mm カノン砲を装備します。ザンジバーランドは世界各国の廃棄用核兵器貯蔵庫を襲撃し、廃棄される前の核兵器を入手することで核武装を遂げます。そして石油を生成することができるオイリックスという微生物を発明したキオマルフ博士を誘拐し、核兵器とオイリクスを用いて軍事的優位性の確保を試みます。
この一連の出来事はザンジバーランド騒乱と呼ばれますが、これに米国政府が介入することになり、例によってソリッドスネークが現地へ潜入し、メタルギア界 D は破壊され、ビッグボスも倒されることになります。詳しくはゲームをプレイしてみてね。ザンジバーランドには量産メタルギア G と呼ばれるマッドナーにより開発されたメタルギアも配備される予定でした。正式名称は量産型メタルギアグスタフといい、兵士たちの間ではオストリッチとも呼ばれていました。軽量化のために核モジュールが取り外されており、戦車の行動不可能なエリアでの歩兵支援的な運用を想定していたようで、登場するのも通信兵や情報処理担当官、指揮官なので歩く管制塔と言われていたようです。ただし状況に応じてオプションの装備を組み込んで武装することが可能なようで、主力兵器として十分代用できるらしいです。ゲーム中には容量の関係で登場させることができず、結局ボツとなったため、ストーリー的に存在するのかどうかは微妙です。メタルギアガンダーはメタルギアゴーストバベルに登場します。メタルギアガンダーはアメリカ軍の兵器ですが、その開発チーフはまだ10代という若さの天才、ジェームズ・ハークスです。彼は兵器開発を子供のように楽しんでおり、それによって人間が殺される可能性など何とも思っていませんでした。メタルギアガンダーはアウターヘブンの一件でメタルギアの戦略的有効性を評価したアメリカ政府が目をつけて、そのデータを引き上げて開発されることになります。しかし演習のため南米移送中にガンダーはジンドラ解放戦線というアフリカの小国ジンドラで武装蜂起したテロリストに奪われます。ジンドラ解放戦線はかつてアウターヘブンが存在した場所に本拠地であるガルエードを構え、そこからメタルギアによる核攻撃をちらつかせてジンドラでの独立を勝ち取ろうとしていました。まあいろいろ陰謀とかも隠されているのですが、それは今回は関係ないので割愛します。そこで例によってソリッドスネークが現地に潜入することになり、ジンドラ解放戦線を率いる指導者将軍が登場したガンダーと戦闘になります。メタルギアガンダーには核を発射するためと思われるレールガンが搭載されているようですが、この後解説するレックスとは違い、両肩に2つ取り付けられています。他にも機銃やロケット弾のような何か追尾性のあるミサイル、火炎放射器などの装備が搭載されています。二足歩行で歩くことができ、姿勢的にはサヘラントロプスのような直立二足歩行に近い形態をしています。しかしその脚部が弱点のようで、 C4 やグレネードなどでそこを重点的に攻撃すると破壊され動けなくなります。ただしその状態でも蒸気の並走により戦闘自体は可能です。またレールガンの命中精度はレックスのものよりも優れているとされています。さらにガンダーから人工衛星に搭載された核発射装置に向けて電波送信を発することで、世界中の至るところに宇宙空間から核攻撃をすることもでき、その核は迎撃が不可能となっています。ぶっちゃけそんな衛星兵器があるならもうメタルギアいらねえんじゃねえかなって思うのはワイだけですかね。まあその衛星兵器とこいつを合わせてメタルギアガンダーと呼ぶのかもしれませんね。ちなみにメタルギアゴーストバベルは本家メタルギアソリッドシリーズとは異なる世界線のパラレルワールドとされていますので、メタルギアソリッドシリーズにこのメタルギアは存在しないということになります。メタルギアシリーズがメタルギアソリッドというタイトルになったその一作目に登場するシリーズでも代表的なメタルギアで、メタルギアといえばこれという人も多いのではないでしょうか。メタルギアレックスはアメリカ陸軍とアームステック社という兵器開発会社が共同で開発したもので、ヒューイの息子でアームステックの技術者であるハル・エメリッヒが開発チーフ、つまり責任者として開発に参加していました。このハル・エメリッヒはオタコンの愛称で呼ばれ、以降のシリーズでも主要キャラとして活躍します。開発は国防総省長官、ダーパ局長、アームステック社社長の指導のもと行われ、オタコンをはじめとするメタルギアレックスの開発チームには戦機ミサイル防衛用の迎撃団体射出システムのプラットフォームであると偽って設計させていました。そのためオタコン本人は好奇心のままにこのレックスを開発してしまうのですが、後にこれに核兵器が搭載されると知ると自らの行為を後悔し、罪の意識に苛まれ、後に反メタルギアを掲げてスネークと共に世界の脅威に立ち向かうことになります。レックスの大きな特徴が核をレールガンで射出することにあり、これは非常に高い加速力を持たせて弾頭を発射することが可能で、ミサイルのようにロケット噴射の推進力で弾頭を運ぶわけではないため、弾道ミサイルの警戒システムによる探知を受けません。また核弾頭自体にもレーダー反射断面積低減を施し、電波吸収素材を用いることでステルス性能を高めています。
そのためレーダーに映らないステルス核弾頭とも言われており、核を撃つと報復されるという核の抑止力を無効化することができます。ただし実際のレールガンの射撃精度自体はそれほど高くないとも言われており、アームステック社はデータ上の性能に誇張を含めていたようで、レールガンとは別にミサイル発射モジュールも装備されていました。他にも 30mm ガトリング砲、自由電子レーザー砲、対戦車ミサイルなどを装備しており、装甲はセラミックス複合装甲となっています。さらにロボットアニメオタクだったオタコンは独断でレックスに格闘プログラムを密かに実装しています。そのためその巨体でありながら白衛戦を行うことができます。悪魔の兵器とまで言われたレックスですが、オタコンはあえてこの兵器に弱点を意図的に残しています。その弱点はレドームを破壊するとコックピットを開放しなければ搭乗者が外部の情報を収集できないというものです。レックスは有人兵器なのですが、搭乗者はレドームに格納されたレーダーやセンサーだけを頼りに外を見ることになります。つまり外の様子を知るためのカメラの映像などがないため、このレドームが破壊されると外を見るためにはコックピットを開放し、外部に搭乗者がさらされる状態にしなければならないのです。この弱点を残したまま開発した理由について、オタコンは人も兵器も弱みがないと可愛くないと語っています。メタルギアレックスはアームステック社がその経営難から逃れるために当時癒着していたアメリカ国防総省に明るみにできない資金を出させて、極秘裏に量産化も視野に入れて開発していた新兵器でした。いわば経営難脱却のための最後の賭けだったのですが、これをリキッドスネーク率いるフォックスハウンドに奪われ、シャドウ墓穴事件が発生します。例によってソリッドスネークの活躍でレックスは機能を停止、その数年後に再びスネークとオタコンの手によって再起動され、次に解説するメタルギアレイトの死闘の末、完全に機能停止になります。これらの事件はメタルギアソリッド、メタルギアソリッド4などで描かれます。今回はストーリー解説は省きますので、気になる方はぜひプレイしてください。レックスという名前は第二次大戦中に連合軍が日本軍の戦闘機強風につけたコードネームレックスに由来します。メタルギアレイはメタルギアソリッド2などに登場します。レックスと名前が似ているためか、綴りを REY だと勘違いする人もいますが、 REY ではなく RAY と書いてレイと読みます。メタルギアの名を冠してはいますが、核は搭載していないため、核搭載二足歩行戦車ではありません。シャドウ墓穴事件の後、世界各国でメタルギアの亜種が開発されるようになり、それらに対抗すべく対メタルギア用のメタルギアとしてアメリカ海兵隊によってメタルギアレイは試作型として開発されました。メタルギアレイの大きな特徴は水陸両用であるということで、この点は海兵隊の兵器らしいと言えますね。これまでのメタルギアにはない流線形のフォルムをしており、泳ぐのに特化しているため沿岸部からの奇襲を得意としています。両脚部には3連装対艦対戦車用ミサイル、背部には6連装小型ミサイル、両腕部には機銃、頭部には海水を射出する水圧カッターが装備されており、高い機動性に加えた強力な戦闘力を有しています。最新式のセラミックチタン系複合装甲を持ち、装甲の表面と内部には電動性ナノチューブが張り巡らされています。これにより装甲の損傷などの状態変化を自己診断システムが検知し、反射的に区画閉鎖や予備回路への切り替えといったダメージコントロールを反射的に行うことができます。さらに生き物のように損傷した部分に血液のような赤いナノペーストを分泌して、その箇所を補修することまでできます。また脚部などの駆動系には人工筋肉の技術が用いられており、迅速で滑らかな動きが可能で、レックスよりもより高い機動力と生物的な動きを見せます。メタルギアレイは海兵隊の有人兵器でしたが、輸送中にオセロットによって奪われると、愛国者たちという組織の手によって後に AI で制御される無人の量産型が作られ、この後解説するアーセナルギアの護衛機としての役割を持つことになります。またその他にも亜種や改造型が開発され、シリーズで最も量産化改良化されたメタルギアと言えるでしょう。レイという名前は世界最大のエイであるオニートマ系の英名マンタレイと連合軍が別の戦闘機だと勘違いしてゼロ戦につけたコードネームレイに由来します。アーセナルギアはメタルギアソリッド2に登場します。メタルギアの一種とされていますが、もはや二足歩行戦車ですらない水中を航行する巨大な戦艦です。メタルギアの中でも最大級の大きさで、兵器というよりは要塞のような存在です。
アーセナルとは武器庫や火薬庫という意味があり、その名の通り大量の兵器が格納されています。核弾頭や数千発以上のミサイルを搭載し、量産型メタルギアレイが護衛のために配備されています。内部の各核は、イ、会長、直長といったように内臓にちなんだ名前が付けられており、アーセナルギアのセキュリティシステムは生物の免疫応答を模した異物排除機構を採用しています。凄まじい破壊力を持つ戦艦ですが、陸海空の軍の支援がなければ長期間活動することはできないとされています。アーセナルギアは愛国者たちによって建造されました。愛国者たちとはアメリカや世界を陰で支配する人工知能で、 S3 計画のためにこの巨大戦艦を用意しました。この巨大戦艦はあらゆる場所から自由に核を撃ち込むという従来のメタルギアとしての運用を想定しているわけではなく、大規模なヒカルニューロ AI GW を搭載して守るという役割を持たせられています。 S3 計画や GW については長くなるため今回は省略します。とりあえずゲームをプレイしてみてください。今回の動画省略しますばっかりですけど、ストーリー含めて全部解説しているとマジで動画時間が2時間とかになるので許してください。要望が多ければそのうち個別に動画にしていきますので、生まばたきしながら待て。要待機61。アーセナルギアはいろいろあってコンピューターウイルスによって暴走し、ニューヨーク市街のフェデラルホールに追突し停止します。ただし作中ではちょうどメタルギアソリッド2が発売される年に発生したアメリカ同時多発テロの事件の影響でカットとなり、この部分の描写は存在しません。しかし随分長い間動画を見ているな。他にすることはないのか。全く。アウターヘイブンはメタルギアソリッド4に登場します。アーセナルギアを発展させた超大型の戦艦で、その全長は630メートルもあります。アーセナルギア同様メタルギアの一種とされているらしいですが、正直ここまで来るとメタルギアってなんだっけってなります。潜水能力があり、デザイン的にも潜水艦のようなフォルムをしており、もともと核を搭載し射出することはできませんが、メタルギアレックスから回収したレールガンを搭載することで核弾頭を発射することができます。他にも対艦ミサイルや量産型メタルギアレイ、後ほど解説する月光といった兵器を格納して武装しています。船体にはオクトカムという周囲の色や模様、質感などを表面に再現することで迷彩効果を得る技術が用いられています。アウターヘイブンは愛国者たちのアーセナルギア級戦艦をリキッドオセロットが強奪して改造したもので、アーセナルギアで回収された GW に搭載することで愛国者たちに感知されずにシステムに干渉することができます。この GW や REX のレールガンは愛国者たちの管理外のものであり、核で愛国者たちの中枢 AI を攻撃することも可能でした。そういった意味でこの戦艦はリキッドにとって愛国者たちの支配を逃れた場所、ヘイブンであったわけです。ちなみになぜかラシモア山のあれを模したソリダス、ソリッド、リキッド、ビッグボスの巨大な像が設置されています。リキッドはこのアウターヘイブンを使って衛星軌道上の愛国者たちの中枢 AI ジョンドを破壊すると宣言しますが、しかしこれは愛国者たちを欺くためのもので、実際はソリッドに GW 経由でワームクラスターを全 AI に流させることが真の目的でした。もう言わなくてもわかると思いますが、この辺は MGS4 をプレイしてみてください。月光はメタルギアソリッド4に登場します。正式な名称はアービングで、アームズテックセキュリティ社で開発された無人二足歩行兵器です。搭載された AI によって制御されており、状況判断を自らで行います。核は搭載されておらず、メタルギアと言えるかは微妙ですが、その開発にはメタルギアの技術が使われており、さらに歩兵と兵器をつなぐミッシングリンク、歯車であるというグラーニンのメタルギア構想にもマッチしているため、メタルギアの一種、亜種と言えるのかもしれませんし、これが新しいメタルギアの形であるとも言えるかもしれません。月光は人工筋肉からなる2本の足で走行、あるいは高く跳躍して移動することが可能で、足を折りたためばトラックでの運搬も容易なため、使い勝手が良く、軍だけでなく各 PMC が月光を採用しています。戦争経済が拡大し、世界各国が PMC を戦力として正式採用して、代理戦争による戦争ビジネスが発展するに伴い大量投入され、月光の実動台数は戦車を上回ることになります。装甲は RPG の直撃にも耐えるほど頑丈で、そのボディには 12.7mm 機関銃、対空ミサイル、対戦車ミサイル、発煙弾などが搭載されています。さらに対象に向かっていき、搭載した爆薬を爆発させる自爆型や、対戦車ミサイルを着弾前に無効化するアクティブ防空システム搭載型といった種類も存在します。
他にも赤外線を使って物を投資することもでき、箱などに隠れている相手やステルス迷彩をした相手を認識することが可能です。ワイヤー状のマニピュレーターを伸ばして相手を掴んだり引き倒したり物を拾ったりすることができます。活動の際は牛やセミの鳴き声を発しますが、これは相手になんだ牛さんかと思わせることで警戒心を低下させることを狙ったものです。弱点は頭部の制御装置ですが、動きが素早く背が高いため、地上の兵士がそこを狙って攻撃するのは困難となっています。月光の名前の由来は、日本軍の戦闘機月光で、この戦闘機の連合軍からのコードネームがアービングで、これが正式名称の由来です。作中ではスネークたちからはヤモリとも呼ばれますが、これは月光がヤモリを意味する英語の月光の発音に近いことにちなんでいます。メタルギアマーク2はメタルギアソリッド4に登場します。オールドスネークの任務をサポートするためにオタコンとサニーが開発した小型の遠隔操作型ロボットです。一応小型のメタルギアという存在なのですが、スネークをサポートするための遠隔起動端末であるため兵器ではありません。それでも過去にレックスという兵器開発に加担してしまったことの戒めとして、オタコンはメタルギアの名をあえて付けていました。メタルギアという存在を破壊のための兵器ではなく、平和のためのロボットとして世に残したかったのでしょう。本体にはカメラと折りたたみ式のモニターがあり、映像付きの通信をこれで行うことができ、オタコンはスネークとは離れた場所にいながら、この映像でスネークの見聞きしているものを把握したりしていました。基本的にオタコンが遠隔で操作しますが、スネークがその場で操作することも可能で、ステルス迷彩によって透明化することもできるため、偵察に最適です。月光のようなワイヤー状のマニピュレーターも持っており、それを使って端末とつながることでアクセスしてハッキングすることができます。さらにこれを使って物を掴んで運んだり、電気を流して相手を気絶させることができます。基本隠密行動をするスネークのサポートとして使用されますが、作中では途中で敵に発見されてしまい破壊されます。それ以降からはメタルギアマーク3というマーク2の予備機が使われることになります。基本的にはマーク2と同じですが、外装が赤色をしており、より高い演算能力を持っています。ちなみに、スナッチャーというゲームにはメタルギアシリーズのパロディとして、メタルギアマーク2という機体が登場しますが、今作に出てくるものと名前と見た目が同じになっています。スナッチャーの方では会話をすることができますが、こっちの方はそこまではできません。孤独はメタルギアアシッドに登場します。コードネームピタゴラスとも呼ばれ、巨大複合企業ビーグルによって開発されました。ビーグルはアフリカのモロニ共和国での紛争を利用して、国際支援という名目で莫大な資金を投じて実権を握っており、この国が領有するロビト島のロビト理化学研究所にて、ウィリアム・L・フレミング博士にこのメタルギアを開発させました。殻のように両肩の日時の倉庫で身を包み、さなぎや前のような状態で普段は待機していますが、戦闘時にはこれを展開して直立二足歩行の真の姿を見せます。両肩の倉庫にはミサイルが複数埋め込まれており、これを同時に射出して周囲一帯を攻撃します。他にも光学兵器と呼ばれるレーザー砲を装備しており、光と乙の2種類が存在します。光学兵器光は地上の対象物に細長いレーザー光線を発射し、光学兵器オツは充電を行ってパワーを貯めて強力なレーザー砲を放ちます。この光学兵器オツを放つ際、孤独は体を折りたたんでお辞儀をするような格好になるのが特徴です。もともとこの光学兵器オツは衛星に向けて放たれる予定だったらしく、頭頂部に発射装置がついているため地上に放つ場合このような姿勢になります。光学兵器オツは孤独が持つ最強の強力な兵器ですが、このレーザーの発射光が弱点にもなっています。対衛星兵器を装備しているだけあり、孤独には衛星に捉えられないように上部にのみステルス迷彩が施されています。作中ではスネークらの活躍により破壊されますが、本来はネオティニーと呼ばれる超能力者を持つ者が制御するよう設計されており、ネオティニーではないフレミング博士が登場して戦っていたため、本領を発揮できていなかった可能性があります。ネオテニーは孤独の儀式と呼ばれる子供たちを殺し合わせて最後まで生き残った者にネオテニーの能力を与えるという方法で選抜されており、メタルギア孤独の名前はここから名付けられたものでしょう。カイオト・ハカドシュはメタルギアアシッド2に登場します。北米の巨大軍需産業、兵器製造会社であるストラテロジック社が開発し、人間の神経接続と自我を利用し人間の脳を模倣する画期的なシステム、メタルギア OS システムエゴにより制御されます。
最大限の性能を発揮できませんが、システムエゴがなくても手動で起動して操作することも可能です。システムエゴについて詳細を省きますが、これは AI というよりは人格や記憶を別の人間の体に移植するというもので、その人物を接続して制御を操作するという前提で、このメタルギア、カイオトハカドシは作られています。レックスのレールガンや孤独の光学兵器オツなどのこれまでのメタルギアのケースを装備しており、両手には機関砲、背中にはミサイルパックが取り付けられています。カイオトハカドシは中性子爆弾で核武装しており、肩のレールガンからそれを射出します。カイオトハカドシという名前はユダヤ教の天使の一人であるメタトロンという意味のヘブライ語です。メタルギアエクセルサスはメタルギアライジングリベンジェンスに登場します。アームステックセキュリティ社により開発されていますが、当時すでに時代的に核搭載二足歩行戦車としてのメタルギアや月光という新しい形のメタルギアなどは需要がなくなってきており、エクセルサスは名前にメタルギアとついているものの、6つの足を持つ有人型大型多脚歩行戦車で、核を搭載していなければ二足歩行でもなく、また月光のような小型中型の無人機でもなくなっています。そのためもはやメタルギアでも何でもない兵器ですが、まあ AT セキュリティ社が名前にメタルギアと付けちゃったんで解説します。エクセルサスのコンセプトとして、市街地などを大規模に破壊する大型の兵器としての運用を想定しており、爆撃では一般市民に被害が出るが、エクセルサスを投入することで一般市民はその姿を見て逃げていくため、住人を殺害せずテロリストなどの敵を市街ごと破壊できるというものになっています。まあそのため一般市民の住居などは破壊尽くされてしまうんですけどね。そのためなかなか買い手がつかなかったようです。6本の足の他に2本の腕を持ち、その腕には大型のブレードが格納されています。また頭部には2対のレールガンのような手法が取り付けられています。装備はそれだけのようですが、エクセルサスはその巨体自体を使って市街地を蹂躙することができます。しかしゲーム的にはぶっちゃけ登場している上院議員の方が圧倒的に強いです。上院議員をなめんじゃねってことですね。解説は以上です。今回はメタルギアシリーズに登場するメタルギアを全種解説しました。時代や思想に合わせて実に様々なメタルギアが製造され、その多様なバリエーションに多くのプレイヤーが魅了されてきたことでしょう。今回は主にメタルギアそのものを解説するにとどめているため、ストーリーや関係者、関係組織などはかなり省略しました。まあぶっちゃけこの動画の反響と要望次第にはなるのですが、需要がありそうでしたら今後もメタルギアシリーズに関する動画を投稿する予定です。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。